の人みたいに超留年するとか。いや、燃えないかも。ん？メールだわ。こんな時間に誰からだろう。マジで？どうしたのアゲハ。怖い。やばい、すぐに葵に知らせないと。本当だった。私の心にも美しいを感じる機能がないとずっと思っていた。けど、一旦でも。世界はこんなにもたくさんの色に満ちている。けれどそれらは光がないと生まれない。すべての色は光そのものだから。私にとってイスカは光のような存在だ。その言葉の一つ一つで私の世界を照らし色を与えてくれた。君もな、イスカ、私にとってまだ一緒に見るはずだった人がいない。そのことが悲しい。
聞こえる？もうすぐここを通ると思う。あ、ん？あれか。おーい！葵！もう少し高度を下げられないか。そうだ、イスカだ。あれにアマネが、ああ乗ってる。操縦してるのはアオイだ。さっき言ってた五十嵐君の
弟みたいな子。ああ、グライダー完成したんだね。アマネが残した設計図をもとにあいつらが作っちまった。ちゃんと伝統として受け継がれてるよ。バカで無茶なところが。そうなんだ。電話つながるか。もしもし、アマネか。俺だ、達也だ。達也、今隣にいる人は。イスカだ。さっき無理言って来てもらった。今変わる。アマネ、飛んだんだね、僕らのグライダー。まあ、私の力じゃ無理だったけど、葵くんたちが後輩をちゃんと育てるなんてあんたらしくもない。何を言ってるんだ。彼らを連れてきたのはみんなのね。僕？ああ、君がトビーウォトーに残したフライトログを読んで、それで来てくれたんだ、ガレージ。届いてた。アマネ・コトリって女の子。そうなんだ。どうだった、雲の上から見る景色は。その通りだ、感動した。うん、しないはずなかった。だったら美しかった。そう、見たかった。見ていたよ、ここで。空からじゃないけれど、でも一緒に見てた。アマネと一緒の空を約束したから。君は嘘つきなんかじゃなかった。そんなはずないって。私は最初から分かっていたけどな。調子のいいこと言って。ありがとう、リスカ。私をここに導いてくれて。ありがとう、アマネ。約束を信じてくれて。分かった。ミスカ、そろそろ滑走路へ戻らないといけない。後で見えるのかな。